ノボトロイツク市電は、ロシア連邦の工業都市である、ノボトロイツク市内に存在する路面電車。2020年現在は、路線バスとともに、同市の単一企業体である、ノボトロイツク都市交通、通称、ノブゴルトランスによって運営されている。ノボトロイツクは大都市、オルスクの近郊に位置する夜勤を主体とした、工業都市でソビエト連邦による計画のもと、 1945年以降大規模な開発が始まった歴史を持つ。1950年代発展を続けるこの都市の工業地帯と住宅地を結ぶための公共交通機関が求められるようになり、1954年にモスクワの設計、研究機関により路面電車を建設する計画が始動した。同年以降、線路や河川、電停、 発電所などの施設の建設、従業員の修熟訓練、車両の導入などの準備が進められ、1956年11月5日から営業運転を開始した。ただし、開業当初は留置船内に修理用の車庫が存在せず、1965年に車庫の建物が完成するまで車両の修繕は屋外で実施されていた。その後は、 ノボトロイツクの発展に合わせて、路面電車の路線網は、拡大を続け、車両についても1971年以降従来の二軸車から、ボギー車への置き換えが始まり、輸送力増強や近代化が図られた。また、開業以降路面電車は、ノボトロイツク市が所有する機関によって運営されて、いたが、その後は同市における最大の企業である。 オルスク・ハリロフスキーや金合同会社の輸送部門へと移管された。ソビエト連邦の崩壊後の経済混乱の中、ノボトロイツク市の社会支援のため、全列車が無料で運行していた時期を経て、翌2001年に路面電車の運営を市が所有する単一企業体へ移管することが決定され、準備期間を経て2002年9月以降は、ノボトロイツク電気交通会社、通称、 ノブエレクトが路面電車の運営を実施した。だが、電気代や修理費用の高騰、民間事業者が運営するミニバスとの競争に加え、安価な運賃が災いし収入が伸び悩んだことから2010年代以降、同社は深刻な財政難に陥った。そのため、2012年に同社に代わる新たな単一事業体として、ノボトロイツク都市交通、通称、 ノブゴルトランスを設立することが市議会で採択され、翌2013年以降は同事業者が路面電車などの運営を行っている。2020年現在、ノボトロイツク市電は2つの支線を含んだ全長 11km の路線を有し、以下の5系統が運行している。ただしそのうち2つの系統は運行時間が限定されている。 運賃は1回の乗車につき13ルーブルで、ノボトロイツ区市民や学生、企業の労働者向けの月額乗車券の展開も行われている。電停に停車する KTM-52020 年時点で、ノボトロイツ区市電に在籍する営業用車両は以下の通りである。同年現在、バリアフリーに適した超停床電車の導入は行われていない。 1960年代、オルスクとノボトロイツクの都市機能の統一を図る動きが起き、それに関連して、両都市を結ぶ路面電車の建設計画が存在したが実現せず、両都市間は2020年現在も路線バスなどによる連絡が行われている。ありがとうございます。